はい、こんばんは。こんばんは。8時、ちょっと前ですか、オンタイムで、とっとと始めたいと思います。おう、とっとかね。はい、8月のアルマジロアホナイパート1、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。今日は初めての、また最近多いですよね。そうですね、最近あの初めての会が多いので、嬉しいよね。今日は京都から。京都京都というとバスが新幹線とかいろいろありますけど、今日は昨日にちょっと用事があってというかあれで、はい、ということは、もう電車で、もう8月に来ました。はい、来ました。冒険ですからね。でもね、まあ、その値段はありますけども、うん、乗ってしまうと大阪より早いんですよ。あれ、大阪に来るより名古屋に来る？新幹線って確か40何分とかですね。はい。起こって、梅田でもそんなもんなんですよ。梅田って大阪に。ああ、やばいやばい。はいはいはい。だからもうちょっと行くと、大阪のある店に行くよりも、うん、そのお金はありますけども、新幹線代って時間的に言うと、そんなに変わらないんですよ。よく考えたら。なるほど。だね、僕らと関西来た人コンビにしないと。まあ、京都でも大阪でも、まあ、なんかこう、なんか京都から大阪に行った方が絶対近いんじゃないかと。そうそう、いいね。あの、まあ、距離的には近いんでしょうけど、はい、よいよ。新幹線、まあ、時間で考えると、時間だけでそんなに新幹線乗っちゃうと、なんか、そうですよね。前も確か、名古屋から京都に行った時に、ゆっくり弁当を食べようかなって。もうそうですよ。ゆっくり、そうそうそう、そうそう、つくんで。もう前は缶ビールとかあんまりたくさん買っちゃうと飲めないから余っちゃうもん。そうそう、で、重たい重いし、飲んで歩かれたの。ついてから駅の方に戻ったみたいな。あ、そうなんですか。僕はね、もう車でしか行かないので、ね、やっぱりこう、だから渋滞巻き込まれながら、巻き込まれながらね、あの細い道をグリグリっていうのが大体一般的なんで。ねえ、そうですか。ありがとうございます。遠いところ選んでいただきましてありがとうございます。あのライブの宣伝とかしてもらってもいいですか？しかもあの全世界、全世界に向けて。さっきプレイヤーをまた皆さんよかったっていうのと、あとはね、まああのいろいろぼちぼち。いや、歌いながら。フェイスブックとか、ブログとか、ツイッターとか、ラインアンドやってますんで、東山村さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。改めまして東山村瀬と言います。よろしくお願いします。2曲、どっか歌えるとこないかなと思って見てたら、名古屋って思ってオープンマイクとかいろいろやってたらヒントしました。で、日が浮かんできたんですけど、なんかこんな軽い感じで来てしまったんですけど、じゃあちょっといきます。
Thank you.
ちょっと久しぶりに、ね、はい、そうですね。パート2の方に行ってたのかな。違う。いや、パート2にも行ってないです。あ、行ってないです。今日また、はい、お久しぶりに。渋く。渋く。黒ずくめで。黒ずくめで。どんな曲を出してくれるかな。サザンです。あ、夏だもんな。サザンをやりたい。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ愛しのエリーを。映ってもっとベイベー素敵に言
人の光の街という歌を歌います。これは 3.11 の、 震災があった時に作った曲ですね。I'm not afraid to die.
ありがとうございました。いいですね、サザンを歌えるのがいいなと。あれしたありがとうございます。じゃあ次、小崎君、大悟お願いします。半田以来ですね。半田以来です。まさか今日来てく、来たいってメッセンジャーで来たんで、おーと思って久しぶりだなと思って。久しぶりだね。半田の時は、黒猫さん。そうだね。あ、もう黒猫音楽会で、そう、黒猫音楽会。半田以来だね。ギターもそれだった。そいや、これでしょ。これよく見たらあれなの、トルネード、トルネードってこと。そうです。もう昔持ってた。トルネード。こうパッと見オベーションみたいな。トルネード、モーリスですね。そう。かなり古い。もう作ってない。今日は地下鉄で。東山線でここまで来て、ここまで来ました。迷わずに、迷いました、ね。反対側に行きまして、反対側駅の向こう側を住宅地の方で、さまよい歩いて行きました。ちょっと教えといてあげればよかったな。このね、こっちが名古屋側の
速度的にはもう本当に駅からか歩いて1分ぐらいか1分ぐらいです。あーっと、まあ、次からチャンスを取って一回来れば2分で来れますね、うんうん、はい、はい、じゃあお願いします。はい、どうも改めましてこんばんは、小滝大五郎です。オリジナルを歌わせていただきます。ポジティブにいきましょうというストレートな曲でございます。お聴きください。ポジティブにいきましょう。
あ
小谷さん、ありがとうございます。